俺の区間は AWM。はい、どうも、スコルです。今回ですね、まあ、金の服チケットってあると思いますが、これにまつわるね、ちょっとした、まあ、仕様の違いっていうのがあって、もう俺知らなかったんですけれど、皆さん結構知ってる人少ないんじゃないと思って、今回はそれについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあ、金の服チケットって例えば、まあ、前回動画で自分がやったように、まあ、交換ね、使ってから、まあ、増やしたりとか、結構拡張で最近はね、使うことが多い、そんな感じのアイテムで、非常に今大事にされてますよね。まあ、俺もコメントで言われて気づいたんですけれど、まあ、前回動画自分ね、ガチャ回す前は持っているその金の服チケット、0枚だったんですが、パラシュートを1回やった後、金の服チケットが6枚に増えているんですよね。動画撮っている時も違和感は覚えてたんですが、まあ、いっかと思って、そのままそのスルーしていたんですよ。なんですけれど、これ実はですね、まあ、パラシュートって、当然そのパラシュートの欄と、あと、オブジェにもこれ今パラシュートって表示されていますよね。はい。まあ、この二つ表示されていると思うんですが、まあ、この二つがね、点在していることによって、一つのスキンなんだけれど、二つのスキンの扱いに、これ現状はなっているんですよね。まあ、そのため、パラシュートが被ったら1増えて、で、オブジェが被ったら5枚増えるっていう、そんな感じの仕様に現状はなってます。だから、まあ、実際そのガチャ回している最中で、まあ、チケット増えた時のログの表示ってのが、6枚にこれなってるんですよね。はい。これ、知らなかった人結構いるんじゃないですか。オブジェとして設定されているものは、もう被ると、元々のその増えた金チケに、さらに足して5枚増えるっていう。この仕様俺、把握してなかったな。うん。意外と隠された仕様で。まあ、もちろんその、ご存知の方もいらっしゃったと思うんですが、知らない人も結構いたと思うんで、覚えといた方がいい仕様かもしれないですね。例えばその、電動の交換とかで、その、オブジェを被せるとか、まあそういう選択肢も今後は出てくる場合があるわけじゃないですか。それ考えると、押さえておくべき仕様。まあ、オブジェとして存在しているアイテムに関しては、さらに被った時に、金の服チケットが多めに増える可能性があるってことを皆さん覚えておくと、結構今後金の服チケットを作るときに役立つんじゃないかなと思って、はい、まあ覚えておくといいと思います。